ウェンズエンファンタイム収録終わりました。今回のゲスト解説は松下のぼわる選手です。おっトメイトいただきました、今。はい、誕生日おめでとうございます。ということで、鈴鹿、やばかったっすね。鈴鹿ね。はい。サッシャさんがサイン攻めに合ってる動画、流れてましたねっ。やばいっすね。 あ、ちょっとね、日本がおかしいことになってる。いや、っていうか、あの、さ、スーツも。すごく。ワイルドでしたよね。あ、ブルーのやつですか。本当ですか。あります結構セクシーなアダルトな感じ。あ、もう、その、ご用意いただいてるんでね。はい。全く違った。え、本当ですか。あ、本当ですか。今日印象的でした。え、ちょっと、もうちょっと、あの、日本グランプリの。私のことはいいんです。あ、そうですか。え、あれは、なんか、要は、なんか、その、便乗しただけじゃないですか。エブワンが盛り上がってるから、流れ、流れて、周り。 回って僕にも来たってたけどトークショーもあの見渡す限りホライズンまでうそう,そう人だらけだったそうだったんですよありがたかったしさっしさんのおかげでなんでよ <laughs>